エルヴィン。ナイルか。憲兵団の仕事はどうだ。相変わらずだ。上に言われた仕事をこなすだけさ。そっちこそまた博打めいた作戦を考えてるのか。俺はこれしか能がないからな。秘密主義も相変わらずか。それでよく部下がついてくるもんだ。ありがたいことにな。俺を信頼してくれているようだ。上に立つ者はその信頼に応える責任がある。俺はとてもお前みたいに博打を打つ気にはならん。部下に無理を強いているのは分かっているさ。いつも無茶ばっかりしやがって。まあまだくたばってないだけマシか。お前はきっと早く行っちまうもんだと思ってたからな。ああ、思えばお前とは一緒に調査兵団を志した仲だった。しかしお前は行きつけの酒場の女に恋をし、一人の女性を守る道を選んだ。ああそうだ。俺はお前や他の同期を裏切り、今日まで抜け抜けと生き延びた。そんな言い方はよせ。お前を尊敬している。俺たちにはできない生き方をお前はやったんだ。そいつはどう思う。